なんだ。はいどうも、かさぶたとボーカルギターのミキです。ベースボーカルの内田です。スーパースターマヤです。あの3月に入ったということで卒業シーズンになります。なんだってなんだっていや、みんな卒業でしょ。うん、卒業生の皆さん、おめでとうございます。はい、大変おめでとうございます。俺らでもね、卒業が来たんですよ。ありましたね。ありましたね、はい、卒業式って言ったら、うん、やっぱ合唱とか、はい、こう卒業ソングってあるじゃないですか。ありますね。世の中には卒業ソングがめちゃめちゃありふれてるんですよ、うん、あふれてるんですが、かさぶたの後には卒業ソングで卒業ソングが曲もなくて、うん、今回卒業ソングを僕が作ってきました。およ、はい、4曲作ってきました。そんなに。はい、その中で1曲だけ俺が作ったんだけど、うん、ツイッターのフォロワーさんからお題をもらって作った曲が、うん、曲あります。他の3曲はもう俺が好き勝手作った曲、はい、もちろんメンバーだし、うん、まあ、ミキの曲ここ2年ぐらいは聴いてるわけじゃないですか。だいたいミキが使うワードとか、はい、メロディーとかってわかると思うんですよ。あ、はいはいはい、そう、ミキ節があると思うので、はいはいはい、あれね、あのミキ節ね。そう、ミキ節があると思うので今回は4曲のうちお題があった曲っていうのはどれなのかっていうのを当ててもらおうかっていう、はい、なるほどね、クイズになります。はいはい、フォロワーさんがくれたお題で俺が作ったんで、はい、Twitter でお題を提出してくれた人は僕のお題はあるかなって言って見てくれると嬉しいです。ということで今から動画を撮ってきたんで、はいはい、みんな見てもらって、はい、この企画のために作ったとはいえ普通にね、いい曲ちょっとできちゃったから、あ、それも含めて聴いてほしいで、ね、ハードル上げていくスタンスね。で、感想も欲しいちゃわと。あ、なるほどね。なので、うん、みんな1曲ずつ見てもらうと俺っぽいとか俺っぽくないとか、うん、もう散々好きかと思ってもらっていいわけで、わかりました。で、最後に結果発表ということで、じゃあ、です、僕が弾き語りした動画を1曲目から見ていきましょう。それでは、VTR どうぞー。それでは卒業ソング1曲目です。桜毎日この日に僕らあなたと思う、めっちゃ向こうじゃん、何も言わない、ちゃんと聞かないと分かんないよ。はい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 、なるほどね、なるほどね。はい、ということで1曲目聴いてもらいましたけれども、はいはいはい、正直ミキ感強いかな。ミキ感強い、かなり強いかな。確かにね、あ、ミキ感はあったんだけど、あー、そういうこと言うんだっていうのもね、あったんだよね。あー、うん、桜以外聞こえなかったけど冒頭サンゴがあんまりね、ミキティの書く歌詞から馴染みないっていうか、うん、あ、こういうことを言うんだみたいな。なるほどね、なるほどね、面白いですね。ということで、じゃあ1曲目これで、どうすか、曲の出来の方は意外にちゃんと作ってきた。あ、そうだね意外とちゃんと作ってきてたなって感じでしょ。いいっすよ、そうやるじゃん、まあ、ありがとうメロディーメーカーずっとメロディーメーカーさすがです、ありがとうございます。おー、すごいメカリスですね、ありがとうございます。じゃあ次2曲目、はい、いきましょうか。はい、じゃあ2曲目の VTR どうぞ。はい、卒業ソング2曲目です。ちょっとテスト変えてきたね。ふわっと気持ちよかされて僕は今日夏は末、思ったより軽い卒業証書、未来予想図は書きして時を待つ、なんでそんな笑いラララタイプね
はい、というのが1曲目になります、はい、素晴らしい、素晴らしいですね、うん、卒業証書だね、本当に卒業っていう、うん、ワードとストレートに、あ、そう卒業ソングだからね、あと、あれラララなラララダメかな、いや、別にダメじゃない、やるバンドでやる、まあ、考えようか微妙っぽいわ今んとこ2つの中で、うん、どっちがっぽいなみたいなのはある、あるあるある、今んとこまだ分かんないけど、なるほどね、どっちかだったらね、どっちかだったら、うん、どっちもいいけどお前さ、趣旨分かってるの、お前どっちでもいいってなんだよ、ふざけんなふざけんなふざけんなということで、はい、次3曲目いきましょう、はい、何曲目ね、俺結構自信作だから、あ、来ました、はい、3曲目の VTR、はい、どうぞ。はい、来ました自信作3曲目です。はい、ということで3曲目でしたけれども、さっきの2曲が結構バラードっぽくて、今のアップテンポの感じだった、多分全然歌詞聞き取れなかった、あ、歌詞パーリーナイト、パーリーナイト、パーリーナイト、歌詞は今日制服脱ぎ捨て明日からは大人だぜパーリーナイト、そんなことも言える年になったね、コロナファクマジクソ野郎チョークの右脳が足りない、卒業おめでとうです、およよよよ、よめちゃくちゃ陰踏んでるから足りない、右脳が足りない、この前のコロナファックマジクソ野郎を超苦悩を右脳が足りない、でそのパーリナイト足りないの、なるほどね、そう一番できた感じね、そう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 っぽい感じの女の子ボーカルと一緒に歌いたいな、フレンズみたいな感じそう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 縦乗りね、そう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 みたいな感じでやりたい曲だな、はい、たまに今こういう曲も作りたいなと思って、なるほど、作ってる、うん、いいと思う、いや、いいと思います、まさかなんか全部いいと思うしか言わないからどうしよう、なんか帰り道か俺がさ車降りた後にさ、マジあの曲クソじゃねえとか言って、いや、いいと思う、リポーリーないってつって、リポーリーないでしょ、今日で制服脱ぎ捨て、明日から大人なの、いい意味でクソじゃねえ言ったぞ今曲がね、いい意味で軽いちょっと、うんうん、あ、そうバカっぽい、そうですね、でもこの1年凝縮されてるって言ったでしょ、はいはい、いろいろなねっていうのが3曲目でした、分、はい、かりました、はい、はい、聞きました、じゃあ次最後ですね、4曲目です、ラストラストですね、じゃあ4曲目の VTR どうぞ。卒業ソング4曲目です、ちょこれ名曲できちゃいましたね完全に自分で名曲っつってんなこれちょっと俺なんか瞳閉じればあの頃の僕らが浮かんでくる、忘れないよ忘れないよ僕らの宝だよ、で、イントロ入んじゃん、シャンシャンシャンみたいな、絶対そうだよ、うん、まあね、テンション上がるやつね、はい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 、はい、で最後のさ、すげえ良かったんだけどさ、うん、キーワードが全然分かんなかった、そうなんだよ、なんかテーマの一言ちょっとな、うん、今までの3曲はなんとなく分かったんだけど、うん、桜とかちょっと少々、そう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 、3曲目はパーリーナイト、この曲、この曲に
関してはこれなんかすげえネタバレみたいになっちゃうけど、卒業アルバムを俺は意識して作ってます。あーなるほどね。最後に書き殴られた最後のページ。あーあーなーなるほどなるほど、寄せ書きの部分だ。そう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 、いい曲じゃねえかよ。そうね、卒業アルバムっていうのはその思い出とか、これ小学校の時に卒業アルバムと一緒に卒業文集があって、はいはいはい、将来の夢みたいな、はい、あるあるあるとかあるじゃん、うんうんうん、ああいうのでなんかこう未来への自分へみたいなもありつつ、はい、そういうのをしまってこう歩いてこうぜみたいな。おーだそうです。なるほどね。です。以上4曲でした。うわー俺すげー迷うな。全然わかんない。卒業ソング、はい、ミキ検定だったんだこれ。ミキ検定です。ミキが作った曲を当てるやつを全部俺が作ってるんだけど、はい、藤崎さんの回答です。どうぞ。1番じゃあ次ですね、高校、はい、卒業ソングミキ検定、まやさんの回答です。どうぞ。なんで1卒業、うん、なんかさ、他って結構卒業証書、制服とか卒業アルバム的な青春っぽさ、甘酸っぱさっていうのは結構得意というか、俺も誘っか。そうか。桜っていうのは使い古されたテーマというか、春曲としてでもなんか一番みんな好きだし、誰かに春の歌作ってよって言った時に桜曲欲しいなって思ってじゃないかなって思うんだよね。怖っ。だよね。思うんだよね。もやもなんだよね。まず他の曲って割とこの歌詞とかって全部前向きというか明るめだなって感じました。ただ2曲目はちょっと初っ端の1行、重くのしかかる不安と気持ちを重ねてっていう、まあ、若干のマイナススタートっていうところが引っかかったのと、未来予想図って有名な曲あるじゃないですか、うん、ドリカムさんのの安易に入れてくるかなって思った。同じ言葉、未来予想図っていう言葉を、うん、ちなみにこの曲だったら、うん、もらったお題って何？これは多分ね、卒業証書。えぇ、だからこの行だ、思ったより軽い卒業証書。まあ、そう桜が決まった桜が決まったそう、第2ボタンすげえ引っかかった、女子目線強くない？はい、ありがとうございます。結果発表を、はいはい、したいと思います。はい、今回の卒業ソング、はい、ミキ検定 Twitter のフォロワーさんから、はい、いただいたお題で作った曲は、うん、バサブタの後のベースコーラス、この間正式加入されてましたよね。ちなみにですけど、本当にもらったお題は、うん、思ったよりも軽い卒業証書。なはい、あ、ドッキサタネかよ。でん本当だ、思ったより軽い卒業証書。おれ、俺思ったより軽い卒業証書の曲作ってください。俺絶対思ってるから卒業証書言わなくなって言わない。あ、俺もねそう思ったんだ。いきなり思ったより軽い卒業証書って言っちゃうとバレるなって思ったから、うん、俺は最初に重くのしかかる不安とってて、うん、その軽さと重さで対比をした。はい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 。でそれに対してちょっと悲しさと不安と、うん、でもどうにかプラス持っていきたいなと思って、うん、卒業証書っていうのに未来予想図を上書きしてね、うん、頑張ろうぜみたいな。ああ、もう完全に俺の思った通り。気持ち的にはすご
ごく重くて分厚いものがあるけれども、そう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 、物理的に軽い卒業証書を対比してるいい歌だと思う。そのまんま言ったね。そのまんま言った。ね、本当さ、もうちょっと勉強した方がいいよ。というわけでですね、今日卒業ソングということで、みんなに聞いてもらいましたけれども、どうでしたか？いやあ、4曲ともね、もう素晴らしいセンス、センスの鎌足り。まあでもこの中で、まあ一曲当ててくださいっていうことでしたけど、そのフォロワーさんからのお題の曲、うん、まあ僕からしたらもうお茶の子さえさえへのかっぱでした。さすがっすね。ああ本当にさすがスーパーさん。夕飯前、夕飯前。まあまあ遅い。前の日の前の日の前の日。ああ超早い。なんか意外と幅があるなって思ってし、割とマジでどれもやりたいと俺は思ってる。幅ないっすね。幅ないっすね。やばいこれは。それちょっと3曲目やつ入れていい？あそうだな。ハブアナイスデーとハバナイスですね。ハバナイス。ハバナイスですってどういう感じ？曲のハバナイスですね。卒業ソング、卒業ソングのハバナイスデー、お前は明日と今日ハバナイスデーやめよう。そういうこと、ミキさん、今日ね、4曲作ったじゃないですか。あ作ってて、どうでした？あ、楽しかった。楽しかったっていうか、まあこれぶっちゃけると俺すげえ追い込まれて、そう、おととい1時間で4曲作りました。やればできる。いやまあね、やっぱりね、考えて作るよりね、パッと出た方がね、良かったりするからね。そう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 。なので俺意外にできるかもって思った。あーなるほど、うん、そうで俺結構曲作るのいい曲作りたいいい曲作りたいってなっちゃって、うんうん、全然進まないのね、ほんと A メロから進まないとかよくあるから、うん、動画で曲を作るってことになって初めてそういうのやってみて、うん、あっもうちょっと楽にやってもいいのかもっていうのは気づいた。なるほど。だからこれからもっとなんかカサブタの後で曲を作るペースを早めていくんだって、うん、はあなるほど。まあまた Twitter とかで曲のお題とかを、まあ多分こういう企画たくさんやっていくと思うので、うん、曲のお題くださいとか言うことがあると思うので、その時はぜひ皆さんどしどしリプを送ってください。そしたら自分が出してくれたお題とかが曲になる可能性を十分に秘めてますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ぜひコメント欄にもお願いします。お願いします。あとかさぶたの後の公式ホームページに、実はあなたのエピソードを曲にしますっていうちっちゃい欄があるから、それ今からちょっと本当にちゃんと作るんで、それもちゃんとやってください。それも YouTube であげます。ということで皆さん今日はありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。「かけ出すんだ」